ャンネル。じゃこんにちは。今日はですね、はい、何気につらいよ二軍の監督コーチ選手っていう。へえ、二軍そんな大変なんですか。いや、二軍のスケジュールってめちゃくちゃきついです。二、はい、軍ってあんまりこう常に追いかけたことがないので、だからよくわかんないでしょ。二軍ってどういうスケジュールで動いてどういう感じなのかっていう、うん、だ普通に考えたら一軍と二軍だったら一軍の方がきつそうじゃないですか。はい、本当にきついのは二軍です、はい、スケジュールも含めて一軍の方が本当に楽なんですよ。へえ、どっちかっていうと、はい、だから今日はですね、あのネットにも載ってない皆さんが知らない二、はい、軍ってこんなところっていうのをね喋りたいと思います。おお、面白い。だから僕基本的に、はい、あの船橋に住んでたんですよ、はい、最初寮ぐらいぐらいあったんですけど、でなんで船橋に住んだかっていうと、はい、ロッテって浦和とマリンって離れてるじゃないですか、はい、千葉と埼玉なん で、うん、でその時に多くの二軍選手は浦和とマリンのちょうど間ぐらい、うん、だから小岩とか、はい、綾瀬だったりとか、うん、あと葛西とかに住みがちなんですよね、はい、どっちも行きやすいようにっていう、うん、もしくは川口とかにも住むやついたりとか、はい、戸田とかに住むやつとか、もう本当に浦和の近くに住むやつとかもいるんですね、はい、移動が遠くなるんで、うん、でも僕はプロならば一軍を基準に考えるべきだと思ってるんですよ、うん、それを二軍を中心に考えるやつって、だからもうまだ葛西とかだったらいいんですけど、はい、その浦安とかあの綾瀬とかまあ最悪、うん、でも綾瀬も微妙にきついですけど、はい、浦和を中心に川口とかに住むやつってほぼ1軍上がってこないんですよ、まあ、だって2軍でやること前提で住んじゃってるわけですよね。そうそうそう、だから僕は2軍に行くのはしんどくてもいいと、うん、それはもう自分の責任ですか、うん、でも1軍に行くのはしんどくない方がいいと思って、うん、はい、まあ、船橋に住んだんですよね、うん、でまあでも船橋って言っても浦和まで武蔵野線で1本で行きたいとか、はい、まあ、高速も京葉道路と東関道と2個あるんで、うん、まあまあ便利は便利なんですけど、はい、2軍って9時10分か9時20分ぐらいから、まあ、練習開始になるわけですよね、はい、だからまあ9時ぐらいにグラウンドに出ていくわけですよ、はい、2軍のクラブハウスから、はい、でそうなってくると8時にはもうクラブハウスに入っておかなきゃいけないんですよ朝。準備があるから。そうです、着替えたり治療したりとか、はい、テーピング巻いたりとか、うん、ストレッチしたりとか、うん、だからまあ遅くても8時ですね、はい、8時までに入るっていう感じ、うん、基本的にはその準備も含めて入る感じなんですよ、はい、でそうなった場合、うん、僕船橋とかだったら、うん、今はね外環つながったりとか中間道できたりとか高速道路もいっぱいあったんで、はい、あれでしたけど電車で行ったら1時間半かかるんですよね、はい、でも車で行ったら2時間かかる時があるんですよ、渋滞とかにはまると、はい、だから僕は基本電車で行くかとか多かったんですけど、はい、浦和に行くときに、うん、1時間半かかるんで、はい、うわ結構大変だなそれ。6時半です、はい、電車です出が。だから6時過ぎぐらいにもう家出なきゃいけないんですよ、うん、うわー結構しんどい、はあはい、で車で行くってあっても1時間半かかるんで、うん、はい、6時半に出なきゃいけないんですよ。そうですね。で、うん、まあ、もし葛西とかに住んでても、まあ、1時間は見とかなきゃいけないんで、はい、6時から6時半には遅くても起きなきゃいけないですよね、はい、朝何気に早くないですか。早いですね野球選手ってちょっとこうゆっくり寝てるイメージありますけど、うん、早いですね。早いでしょ。2軍は何気にめっちゃきついんですよその、はい、でしかもですよ、うん、家帰ってくるの、はい、下手したら8時とかになるんですか。夜のですか。はあ、それは結構きついですね。まあ、大体1時から、はい、あの2軍の試合も始まるんですけど、はい、うん、まあ、基本的に3時間ぐらいで終わるんですよね、うん、そんな長くないんで2時間半から3時間ぐらいで終わった時に、まあ、4時ぐらいに試合終わるじゃないですか、はい、うん、でそれから2軍ですから、はい、試合終わったら帰りますはなかなかないですよね、うん、そこから特打やったり特殊やったり、はい、トレーニングメニューやったり走ったりウエイトやったりいろんなことやったりすると、はい、終わって1時間から1時間半練習するじゃないですか、はい、もう5時半じゃないですか、うん、クラブハウスでの6時とか6時半とかになるんですよ、うん、そうですね。でそこからもし治療したら7時とか回るんですよ、はい、でそれで家帰るんですよ、はい、8時になるんですか。そうですね、まあ、そこからちょっとゆっくりしてもう寝ないことになっちゃいますね。そこからご飯食べてゆっくりしたら、はい、もう寝ないと次の日6時に起きなきゃいけないんで、はい、まあまあそうですね。何気にきつくないですか。何気にそれが毎日続くと思うと大変ですね、はい、毎日それがうわー意外としんだから勤務時間というか拘束時間が意外と長いですね。めちゃくちゃ長いですよ。 10時間ぐらいはもうマストですね。でも1軍も10時間ぐらいはいるんですけど、はい、時間が自分で自由に使えるんですよ1軍は。
基本的に、まあ、やらされることもありますけど、はい、自由に使える、うん、二軍はやらされるんで、はい、そこのなんか精神的な違いとかもあるんです、ね、だからもう疲れてるから帰りますとかないんですよね、はい、メニューがあったらメニューこなさなきゃいけないんで、うん、一軍は試合で結果出すための場じゃないですか、はい、二軍は一軍で戦力になるための場なんで、うん、育成しなきゃいけないんで、はい、そんなのんきに休んでる場合じゃないですよね。そうですね。なんかこれが本当楽天の選手が言ってたんですけど、中継ぎ投手陣ってやっぱ佳境になってくると大変じゃないですか、うんうん、だからもう試合終わった瞬間にもうみんな揃ってバーって帰るって言ってました、うん、だそのぐらい終わってからも帰ろうと思ったら一瞬で帰れるわけですよね。そうそうそう、1軍の選手は、はあ、2軍の選手は調整しないといけない。だそこから練習ですから、試合も出てない選手もいるわけじゃないですか、はい、選手出てるからって言って2軍でレギュラーだからって言っても補欠じゃないですか、はい、いやチームで言う、チームで言うと補欠じゃないですか、はい、2軍でレギュラーでも、うんうん、そしたらそんな2軍でレギュラーだからって本当に帰ってる場合じゃないですよね。そうですね。で終わっても練習です、はい、まあ、だからやらざるを得ないわけですもんね。そう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 、あのイースタンリーグ、ウエスタンリーグって分かれるじゃないですか。何試合くらいあるんでしたっけ、年間。僕らの時は100試合くらいありましたよ、はあのイースタンで、はい、でもイースタンでそのぐらいあっても違うチームと対戦したりもしてますよね。今はイースタンが7チームになってるんで、はい、1チームが浮くんですよ、はい、だからその1チームが社会人でやったりとか独立リーグでやったりとか、そうじゃないと1週間に半分試合ない時があるんで、あそこを実践経験養うためにそういう大学生とか社会人とか独立リーグと練習試合をして試合感を養うんですよ、ね、あなるほど、それで社会人とかでやってるんですね。そうそうそう。で最近は育成選手っていうのが増えてきてるんで、はい、あの育成選手が増えすぎて3軍持ってないと試合出れる人が少なくなるんですよ、うんうん、でそうなってくるとその試合出れない人 の, あの試合の場実践の場がないんで、はい、そういう社会人とか独立リーグの人と試合するときは、はい、そういったいつも使わない選手を出して、うん、その実践 の, あの感覚を忘れないようにするためにやったりするんですよね、うん、あなるほど。しかも前言ってたと思うんですよ、2軍って基本バス移動なんですよね。そうそうそうです、まあ、バスか、はい、まあ、イースタンはバスか自家用車ですね、もしくは電車、その楽天以外は、はい、基本楽天に行くか楽天から来る以外は、はい、でもウエスタンは全部電車ですよ。だって遠いんで、うん、福岡、広島、あそっか、大阪、神戸、大阪、大阪かな、うんうん、で名古屋ですから、はい、ほぼだから阪神とオリックスの選手以外は電車、はい、新幹線ですね。あ意外でバスって言っても寮生だけですからね。あそうなんですか。だって自宅からの人は自宅から行った方がいいです。そっか、わざわざ寮まで行ってとかじゃないですもんね。そうそうそうで、でも、はい、やっぱバスで行こうが楽だから、うん、結局ロッテだと浦和の近くに住んで、はい、朝バスが出発するのに向けて浦和に行くんですよ、はい、でそんでバスに乗っていくっていう、そうしたらお金もかかんないし、はい、楽じゃないですか、はい、だって高速代もね結構しますよね、するんで2軍の選手にとったら大きいですよね、そういうのって。へえ。でも西武とか行くのも、はい、宿泊じゃないんで、うん、めっちゃきつい。西武なんてもう地獄っすからね、へ船橋から行ってた時は、はい、だってあの武蔵所沢まで行かなきゃいけないんで遠いですね。でしかも、うん、泊まりじゃないんで、はい、あ2軍は、あそっか、はい、しかも浦和から考えてるんで、はい、その浦和が本拠地なんで、うん、浦和から考えると西武って近いんですよ、はい、だから宿泊じゃないんですよ、あ帰ってこれるんで。えじゃあもし、じゃあウエスタンの人が福岡まで行くってなったら、うん、泊まりです、はい、だから何キロ以上、確かね100キロ以上離れたら泊まりとかってなんかそのルールがあるんですよ、はい、その本拠地から何キロ以上離れてるところは泊まりっていう。だからロッテだと横須賀だけだったんです泊まりは、うん、DNA だけだったんですよね、はい、他は全部通いだったんで、はい、で裏から言ったら所沢めっちゃ近いんで、だって埼玉の中洲、あそっか、で鎌ケ谷とかも、はい、まあ、まあそんな言うほど遠くなかったんですけど、うん、だからそういうところでだから移動もめちゃくちゃきついんですよ。そうですね。え横須賀泊まりなんですね。横須賀泊まりです。だって裏から考えたら遠いんで、あそっか、まあ、裏から、その本拠地から考えての距離なんで、あなるほど。だから横須賀は泊まりだったんですよ、はい、僕らが陸の時はおっぱまにある横須賀プリンス、今はないんですけど、うん、横須賀プリンスっていうところで泊まりだったんですけど、はい、それが唯一の二軍は宿泊で、はい、あとは全部通いなんですよ。移動なんですね。何気に読売ランドも首都高を昔渋滞してたらめちゃくちゃ時間かかるんですよ、はい、首都高を抜けるのが、うん、で1時間半かかったりとか、はい、下手したら帰りとか2時間かかったりとかするんで、はい、でちょうどラッシュの時に行って帰ってくるんで、はい、
へえ、じゃあ佐藤さん的には、まあ、1軍長いですけど2軍と1軍のスケジュールで言ったら2軍の方がうわ大変だったなっていう感覚。いや圧倒的にきついです。ああそう、ね、2軍1軍なんてナイター終わったら道空いてるじゃないですか。はい、でスムーズにいけるっすよね。ああそうですね、2軍なんて試合終わったら5時、4時とか5時とかでしょ。はい、もう大ラッシュの中帰らなきゃいけないし、はい、朝は通勤ラッシュの中行かなきゃいけないんですよ。はい、電車とか武蔵野線、僕船橋から西浦で乗り換えて武蔵浦まで行ってましたけど、はい、超もうギュウギュウっすからね。へー、ラッシュで嫌ですねそれで。僕は西浦始発のやつがあったんで座れてましたけど、はい、もうギュウギュウで、はい、東京から来るときはもう座れないんで、はい、松戸に行くと人がいっぱい降りるんで、はい、松戸行くとやっと座れるんですよ。はい、なんかあの座れる座れないとか、 なんか野球選手っぽくないですね。そう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 、ラッシュでこうやって帰るわけですよね。で今はもう、うん、あの全員選択してくれてますけど、はい、そのものをね、うんうん、僕らの時は、はい、球団支給のもの以外は選択してくれてなかったんですよ。2軍は1軍は全部してくれるんですけど、はい、だからユニフォームと、うん、そのチームのロゴが入った半袖のウィンドブレーカー的なやつとか、はい、T シャツとか、はい、チームのロゴが入ったやつはしてくれるんですけど、はい、アンダーシャツとかソックスとかあのスパッツとか、うん、リストバンドとか、はい、自分のものはクリーニングしてくれないんですよ。はい、だからそれを家持って帰ってリュックに入れて、はいはい、でそれで家で洗濯して干してっていうのを毎回やらなきゃいけないです。毎日だから毎日洗濯です。うわそれも結構大変ですね。はい、で次の日使うから必ず洗濯して次の日だからもう2セットです。2セット。あなるほど、はい、洗濯だから乾いて洗濯っていうのを毎日家でやって、うん、帰ったらですよ。だからそのもう7時とか8時に家着いて、はい、そっから洗濯して、はい、でそれで干して、うん、で次の日は持っていくやつは自分で持って行って、はい、畳んでそのリュックに入れて、うん、っていくのを。それ8時ぐらいに帰ってくるじゃないですか。はい、1軍のナイターの試合とかって見るんですか。そうもう見てる余裕ないですよね。いやそうですね、うん、やることありすぎて、うん、でも見ないんですか。僕は見ないです。あ見なくてもいいんですね。いやなんか私2軍の選手って1軍の試合見てるものなのかと思ってました。あの1軍にいて、はい、怪我とかで2軍に落ちてって1軍の試合見るとよく分かるんですけど、はい、1軍行ったことないやつが1軍の試合見てても、はい、ただすごいなと思うか、はい、あのなんでそのキャッチャーだとなんでそのリードしてるかが分かんないから、資料とかもらってないんで。あそっか、うん、資料ないとそのリードの意図みたいなものが分かんないじゃないですか。分かんないですね、うん、あなんでそこ行くんやろうな、こう思ったからかなとかってなんですけど、はい、その資料があって蓄積したデータがあったり教えてくれる人がいてみたらいいんですけど、はい、何も考えないでボケっと見てるだけだったら分かんないと思うんですよね。あそうなんだったら、はい、もうさっさと寝た方がいいですよ。まあそうですね、どうせ6時に起きなきゃいけないんですか。はい、うわー大変だな。いやてっきり私めちゃくちゃみんな勉強してるのかと思ってました。いや見てる人もいるかも分かんないですよね。はい、佐藤さんはじゃあ見なかったと、まあ、見る余裕もない気持ち的にも体力的にも、うん、だってもうまた次の日も6時とかに起きなきゃいけないんですよ、はい、朝、うん、まあそうですね。だって8時に帰ってきて、うん、ご飯食べて洗濯して風呂入って、はい、だもうすぐ10時11時になるんですよ、はい、だもう寝なきゃじゃないですか。はい、いや私あのたまにアナウンサー時代に会ったんですけど、うん、私は基本的に朝4時に起きてたんですよ、うんうん、あの週3日ですけど、うんうん、であのたまに帰ってくるのは夜10時ぐらいになるんですよ、うんうん、だ全然寝られないで朝起きたりすると、うん、自然と涙が出てくるもうなんか起きて今日も始まる行きたくなるみたいなことがあったんです。もうそんなんでもう気づいた休場する。もうそういう嫌とかそういうじゃない気づいた休場する。そんなあの歯もないです忙しすぎて。あそうなんですか、うん、でしかも、はい、あのドームもなければ、はい、常にデーゲーム、うん、でクーラーが効いてるスペースも全くない球場に。うわくっそ暑いですから浦和とか。そうなんですね。だからパリイースタンでいうと僕らの時だとね、はい、今あんま変わってきてるかもしれない、はい、僕らの時だと浦和ヤクルトの戸田、うん西武第二、うん、読売ランド、はい、地獄っす、うん、おあの裏がないんで、はい、設備が、はい、うん、クーラー効いてるとこがないんですよ。うわだからもうずっと炎天下でエンドレスそこっすよ。で下手したらベンチなんてちゃんとしてるベンチじゃないからもう火がだんだん照れる、はい、それは体力つきますよ。そうですね。あの釜揚げが一番嬉しいですよ、ね、へえ。あの釜揚げはそんなにいいんですか。いいです。バックヤードもあってロッカーもすぐベンチもあってそこクーラー効いてるんで、はい、なんかってそこに涼みに行けるわけですよ。へえ。涼みがないんですよ。はい、涼む場所が全くないです。全くないです。戸田なんかもうエンドレス炎天下ですからね。
もうなんかあれですね、言えば高校球児みたいな、いや全然もう、ね、もう本当高校球児ですよ、うん、でその中結果も出さなきゃいけない、だから2軍と高校球児、はい、一緒っすねそんな感じなんですね、はあ、基本はそうか、まあ、環境も過酷だし、うん、メンタル的にもまあ追い込まれるし、スケジュール的にも忙しいし、うん、2軍大変ですね。あとご飯がもう終わってます終わってるっていうか、そこもいや、はい、炎天下の中、うん、弁当来ても食べれるわけないでしょ、はい、あ気持ち悪くないもう、ね、試合前の練習、汗だらだら流して、はい、そのクーラーとかも効いてないところで、はい、仕出しの弁当とかが来たりするんですよ、はい、それ、もう通れへんですよまだ今もうすごいその状況を想像しただけでうってなるの、うんうん、でしかもそれを1時間とかの間で食べて着替えてシャワー浴びてしなきゃいけないんで、はい、まあそのロッカーとかだとクーラー効いてるとこもあるんで、読売ランドも西武大にも、はい、効いてるとこあるんでそこで食べますけど、うん、弁当マクドー弁当みたいなやつが来るんですよ、はい、通れへんでだから食べられないからもうコンビニでそうめんとかそばとかを買っていって朝、うんうん、冷蔵庫はあるんですか？冷蔵庫はあるんですけど、だからもうつめつめになりますよね、うん、それがなかったら、はい、もうなんか氷とかを、うん、その上に置いといて、はい、保冷剤とかでそれで、はい、それをもうその弁当食べれないから、うん、そういうもう麺類を食べる、しかも自分で買っていって買ってきて、へえ、いやもう言えるのは早く一軍に上がってくださいってことしか言えないですね。いやマジきついですから。きついですね。コーチなんてもっときついですよ。あ、そうなんですか。だって選手が来る前に来てるから下手したら7時半とかに球場来てますから。あ、そうか、コーチって早いんですね、選手よりも。今日何するかとか話し合わなきゃいけないから。あ、でしかもコーチにも序列があるから、はい、監督より早く行けなきゃいかない、だから会社と一緒ですよ。部長より早く行かなきゃいけないとかね、はい、課長より早く行かなきゃいけないとかね、特に昔だから、今は分かんないですよ。本当それも何時までに来ればいいみたいな、うん、そういうのにしてほしいですね、うん、あとね、この人が帰れないから帰れないとか、いや今でもあるんですかそういうの。いや、まあ、あるんで、だって結局はサラリーマンだから、はい、まあそうですね。でプロ野球とかは契約社員コーチもね、はい、あいつ全然仕事せえへんなって言われだしたら切られるじゃないですか、はい、コーチは辛いよって動画ありましたね。ああ2軍の方が本当辛いかもわかんないですね。その7時半ぐらいに来て、それもう終わったら6時とか7時に帰るから、本当多分家寝に帰ってるだけですね。そうですね。いやサラリーマンの方もそういう方って多いと思うんですよ、寝に帰ってるだけみたいな方。いやでも野球選手もそうですね。二軍きついでしょ。大変ですね。なすなるその弁当もうフライとか食べられへんでっていういやでもね、そういうのを味わってるから一軍の選手も二軍にも落ちたくないって思いもあるわけですよね。そうなんですよ。だからね、二軍の一軍に行きたいっていう思いより、はい、一軍選手の二軍落ちたくないっていう思いのが強いんですよ。はい、だから一軍の選手ってめっちゃ練習するんですよ。やっぱその失いたくないんですよ、今の地位と物。はい、だからね、二軍のそういう経験も大事ってことですよね。そうですね、はい、まあそこを回復ってきたら、はい、まあ、多少のことは大したことじゃないですねそうなんですね。いや二軍の大変さよくわかりました。はい、はい